き出しが押しても出てこない場合は、キャビネットと引き出しのチリが左右で違っていたり、キャビネットと引き出しの隙間が狭かったり、前板が倒れていたりします。隙間とチリはプッシュオープンレール取り付け部品のオレンジ色のネジを回して調整します。ネジを奥側に回すと引き出しは手前に、ネジを手前に回せば引き出しは奥へと動きます。前板は引き出しレール奥側についている部品を回転させて倒れを調整します。扉同士の目地が揃わない場合は、引き出しの水平・垂直が出ていないことが原因です。引き出しを軽く持ち上げて、レール着脱部品のグレーの部分を前後に動かし、引き出し本体の上下位置を調整します。扉の面が合わない場合は、キャビネットと引き出しのチリが左右で違っていたり、前板が倒れていたりします。チリはプッシュオープンレール取り付け部品のオレンジ色のネジを回して調整します。ネジを奥側に回すと引き出しは手前に、ネジを手前に回せば引き出しは奥へと動きます。前板は引き出しレール奥側についている部品を回転させて倒れを調整します。